DJ ジーノの仮の話。お久しぶりです。お久しぶり。お久しぶり。本当久しぶりですね。いや、やっと来たか。ね、はい、お待たせいたしました。いや、もういつぶり、いつぶりですかね。そうね、こうやって撮る、あの勝手に GoPro 渡されて、はい、撮って声はあったけど、はい、この二人がかりとかでやるのは、はい、多分ジーノチャンネル作りますぶりぐらいじゃないですか。最初以来だ。はい、あなた出たり、はい、私だけ撮ったりみたいなことはありましたけどね。失礼いたしました。いやいや、とんでもない、とんでもない。はい、カメラで謝る。で、今日はこちら、うん、ジーノさんがいつもお世話になってる、はい、あのテクノさんね、バラの番組の、はい、株式会社テクノさんの、はい、今日はここの大分西営業所さんの方にちょっとお伺いをしております、はいはい。今日はどういう内容で僕をここに呼んだんですか？あのね、はい、ちょっとあのトラックの番組をやってる私じゃないですか、はい、でもね、実はバスも好きなの、はい、バスが好き？バスが好き？バス。それ言ってましたっけ？言ってない。そんな知らない情報だったんで。 裏の話。あ、なるほどですね、うん、はい、で、この度ね、はい、株式会社テクノさん、はい、大型観光バスを導入と。ほう。これなんかね、あの従業員さんの送迎だとか、はい、まあ、そのレクレーションとか、はいはいはい、そういうことにお使いのようで、はい、で、あのちょっとね、社長さんの上野社長のご好意で、はい、あの貸してやろうかと。貸してやろうか。うん、ジーノチャンネルですか。うん、そんな、そのバス今どちらにあるんですか。ね、ちょっとこっち見てもらえる。あー、すごい、でかい。画面に入らない。入りませんか。ギリギリ入りました。これ どれぐらいでかいんですか。これ長さが12メートル、約ね。縦が12メートル。大型トラックと同じです。あのそこに止まってる。あ、このこれ、はい、これが10トントラックですか。10トントラックね、はい、これ、後ろにベッドがなくて上にベッドがあるタイプのやつなんですけど、はい、これが、全長が12メートル、約ね。それと同じサイズの、同じ長さは一緒です。あの本当に画面に入らないです。はい、はい、すごい。これあれですよね、まだ席ついておるんですけど、何人ぐらい乗れる。これね、正シートで45人。45人、うん、で補助席まで入れると50人ぐらい乗れるっていうね。うわー、うん、すごい。雨ね。雨急に雨ね。急に、うん、すいません。いやいや、ここね、海っぺたなんでね、結構風が強くて。そうなんですよ。はい、はい、じゃあちょっとなんかご紹介できるとこあったら。せっかくですからね、はい、まずね、これ、まあ、トラックとあのサイズ感は大変一緒なんだけど、はい、これね、12R22.5 っていう16プライっていうね、これ大型のトラックと同じタイヤのサイズね。 22.5 インチね。でね、これまたトラックとね全然違うのが、はい、ここに給油口あるじゃないですか。これトラックの給油口ね、燃料入れる。でもこれね、ここにもあるんですよ。え、2箇所？これがメインの燃料タンク、はい、はいはい、マイク側がね、はい、で、ちょっとこっち来て、はい、なんとね、こっち側にもあるんですよ。え、燃料タンク、え、タンクが3つあるってこと？そうそう、これがさっき、2番目にやった、このこれとここ繋がってんのよ。あ、へー。だからどっちからでも燃料入れられるの。へー。トラックって左か右かって決まってるからね、はいはいはい。で、じゃあこっちのこれ何って、はいはい、これね、ついてるバスとついてないバスがあるらしいんですけど、はい、こう見てください、サブタンクって書いてますよね。だからエマージェンシー用の燃料タンクがついてるんですよ。へー。だメインのタンクがちょっと心もとくなくなったなと思ったら、はい、このサブタンクの燃料で給油所まで走れると。へー、すごい。だってこれトラックにないんですよね、はいはいはい、なかなか。ちょっと雨がひどくなってきたら言っときましょうか、はい、で、これね、ここ開けます。はい、で、トランク、これ向こうと繋がってます。
ね、2つ。あ、吹き抜けってこと？そうそう。あれ、こっちが開かないですけどね。はいはいはい。すごい。はい、でもこれすごい広いですね。広いね。へー、ここがないですね。あれ、リハーサルでは開いたんですけどね。開けたよね。はい、これでも両方開くんです。はい、これ開くんですね。はい。で、これね、ちょっとね、好物な人がいるかどうか分かんないですけどね。バスって、はい、後ろにエンジンがあるんですよ。あ、バス後ろエンジンなんですか？リアエンジンなんですよ。うわ、でかっ。でね、これね、2万1000なんとか CC の、はい、2万 2000cc ぐらいの V8、はい、V 型8気筒370馬力。300? 2万 CC ですよ。すげえ。すごいよね。はあ。でかいよね。だからこれはこれだからトラックだと、はい、あのキャビンをはぐってピッ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 つって、はいはい、前のが斜めに開くやつですよね。そう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 、に入ってるやつがここにあるんですよ。はあ、うん、これは初めて見ましたね。これなかなか見ることないね。見ることないですね、うん、はあ、すごいすごいよね。でマフラーここにあるんですよ。トラックって横じゃん。あ、裏、あ、ここ車と同じポジションなんですね。そう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 、ここに、ね、すごい、はい。大丈夫かな。借り物ですからね。はい、大丈夫。はい、わあ、すごい。いや、ちょっともう雨も強いんで。そうですね。中入っちゃいます。ますかね。はい、室内に。はい、うわあ、びしょびしょ。でね。はい。これこのままじゃ開かないのよ。はい、開かないの。開かないの。ああ、開かない。どうやって開けるかっていうとね、はい。これバスによっていろいろあるらしいんですけど、はい、ここになんかねレバーがあって、はい、これを入れるとほらこうやって。お。開くんですよ。前から開くの。はいはい。へえ。早速ね、はい。失礼しまーす。うわー、このビューはです、久しぶりですわ。これが観光バスと一緒らしいですよ。ですよね。うん、え、なん、わ、すげえ。11席ね。1、2、3、4、11列。僕は前列側で、前列派でした。前列はこの辺派ね。はい、酔うんですよ。だいたい学校の先生この辺座りますからね。そうですよね。はいはいはい、でね、バスのね、便利装備でいくとね、はい、これ冷蔵庫なんだって。普通に冷蔵庫。うわ、でかい。でね、はい、この横にあるこれ、これがね、はい、ちょっと僕もよく分かってないんだけど、はい、これに水を入れるとね、はい、お湯が沸くんだって。はっ、ポットケルトみたいな感じ。そうで、それがねこっから出てくるんだって。あ、コーヒーもいける。そう、いけるんだって。ホットコーヒーがいけるってやつ、ね、いけるんだって。すごいよね。すごい、うん、へー。で、今日はこれからどうします？どうする？見学で終わる感じにします？どうせなら借りたからさ、はい、ドライブ行こうよ。ドライブ、うん、ドライブ。ドライブ。誰が運転するんですか？いや、俺ですよ。できるの？いやいや、あなた僕のプロフィール知ってるよね。運行管理責任者。そうそうそう。そう、それ間違ってないんだけど。はい。トラック乗れるんですよ、僕。はい。バスも乗れるっしょ、多分。多分って言った、今。多分ね。練習はした？してない。じゃ あ、 ゆっくり行ってみましょうか。ただ一応ね、テクノのね、はい、上の社長には、はい、ちゃんと運転していいですかって言ったら、はい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 、いや気をつけてねって言われたけど、はい、気をつけてってことは運転していいってことでしょ。まあ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 、まあ、うん、うんうん、了解。じゃあとりあえず行こう行こう行こう。